では最初安楽座で座ります。足重ねないあぐらで、しんどい人は足重ねてもいいです。安楽座と言います。手は楽なとこ置いて、上でも下でもいいです。最初目は薄目か閉じるかで、しばらく呼吸します。呼吸は鼻から吸って、鼻から吐いて、じゃあしばらく繰り返してください。呼吸の音を聞きます。呼吸が喉をこすれる音。呼吸ってどんな音がしますか？どんな小さな音でも耳すませばちゃんと聞こえます。人間って呼吸の音聞いてると精神的に落ち着いて自律神経が整うようです。呼吸は今始まったわけじゃないです。ずっとしてました。どんな一日でも呼吸はよく聞こえます。一日の終わりに耳を傾ければ必ず聞こえます。聞こえたから、聞こえたから何っていう特別なんもないです。ただただ聞きます。両手でアバラ触って吸うときに肋骨が膨らんでいって、吐く息しぼんできます。呼吸がアバラを広げます。呼吸が浅いとアバラの間も固まって、それでまた呼吸が浅くなるっていうけど、あばらの間をほぐすポーズもヨガにはありますが、そもそも呼吸があばら広げていきます。じゃあ吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止めて、ゆっくり吐いて、こう僕とずれててもいいです。吐き切ったらもう一回吸って、吸い切った人は止めて、意外ともっと吸えるんですね。もうちょっと吸えるんですね。止める。さっきより 1cc ちょっと多く吸ってたらバッチリ。ゆっくり吐いて。吐いて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 。もう一回だけ。吐き切ったらもう一回吸って。吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って。止めて、お腹へこます。肛門締める。顎引く。じゃあ吐きます。吐き切ったら今度両手鎖骨の上んとこ、僕マイクがあるから雑音入るからグッと抑えられないけど、ここんとこね、ここに吸って、顎引く。ゆっくり吐いて、上の方ね。肺はこの辺りまであります。きっとみんなが思ってるより上の方まで大きくあります。普段送ってなかったとこまでよく送ってください。胸開くのは呼吸が開きます。ヨガのポーズで開くっていうのも間違いじゃないけど、呼吸が胸を開きます。次また吸って、吸い切った人止めて、もっと吸って、もっと吸って、止めて、お腹へこます。肛門締める。骨盤底筋群ね。顎引く。キープ。ゆっくり吐いて、長く長く呼吸の音聞きながら、呼吸の音聞くのがすごく、いや一番大事なぐらい。もう一回吸って、
吸い切ったら止めて、もっと吸って、もうちょっと吸って、止める、お腹へこます、さっきより 1cc 吐いてたらバッチリ、ゆっくり吐いて、吐いて吐いて、よく吐けるはずで、またよく吸えるんです。吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って、止めて、吐きます。呼吸で胸が広がります。これが自分にしかできないです。吐き切ったら両手をどいて、じゃあ胸も肋骨も使って2、3呼吸を置きます。呼吸で内側から広がります。呼吸で内側から温まります。どっちも気のせいじゃないです。本当に物理的に体は数分できてます。呼吸の音はどんな音がしますか？聞こえてたらそれでいいです。みぞおちの裏グリグリっと触って、右手が後ろ、左手逆の膝、僕逆やりますね。後ろの手が右手。呼吸の音、さっきのリズムでよく聞いてください。聞こえますよね？これに合わせていきますよ。自分の吸うときに背骨伸ばして、吐く息ツイスト、軽くツイスト、右肩、頭もくるっと回して、最後目の玉ギョロッと動かして、後ろの壁見ていきます。人によっては横の壁かもしれないけど、自分の中でギョロッと後ろを見て、吐く息ごとにほんの少しずつだけ後ろが見えます。ほんの少しずつだけっていうのがすごくコツ。吸うときは背骨がほんの少し伸びて、吐くときほんの少し後ろが見えます。他人から見て何も変わってないかもわかんないけど、自分は繊細に感じれるぐらい。呼吸の時聞くとそれがやりやすいかな。次吸い切ったら吐く時戻ってきて、今度逆、左手が後ろ、右手が逆の膝、吸うタイミングで背骨が長くなって、吐くタイミングでツイスト。左肩、頭くるっと回して、眼球動かしてギョロで深呼吸。鼻から吸った空気が背骨の真ん中通って骨盤の奥に届きます。ツイストで深呼吸すると背骨周りの筋緊張がほどけるようです。呼吸で、というか呼吸にしかできないそうですよ。深呼吸そんぐらい大事。その音が聞こえてるでしょうか？もう一呼吸吸って背骨が長くなったら吐くタイミングで戻ってきて、次体側伸ばし、吸う息で、じゃあ右手が天井伸びます。何呼吸か置きましょうか。僕逆やります。上の指が伸びていく、で肩ごと上げて、でイメージは背伸びと一緒、あーって伸びてる。自分の筋肉使いながら気持ちいい状態がある。背伸びが理想。吸い切ったら自分の吐く息倒れて支えて側屈で、体がカーブ、上の指が伸びてく、背骨カーブで深呼吸。手の置く位置も押し具合も上の指の伸び具合も、あとどこ見てるかも、気持ちいいとこ見てください。下でも上でも指先でも、そこ見てたら体が伸びれるようなイメージ。背伸びの時って大体どこ見ますか？体に聞いてみて。頭で考えても分かんないですよ、なんとなくだから。今背骨がカーブで深呼吸、吸い切った人吐くタイミングで、じゃあ前のめりになって帰ってきて、背骨がカーブとツイスト、逆ね、吸う息、左手が天井。何呼吸か起きます。僕とずれててもいいですよ、自分の呼吸が聞こえてれば。吸い切った人吐く息側屈、手の位置、上の手の伸び具合、背骨のカーブ具合、下の手の押し具合、目の位置、
ここかなって感じれるとこ見て。で、深呼吸。心地いい呼吸して、そのリズムを聞きます。吸い切った人吐く息で、前のめりで、呼吸のリズムで行ってみて、吸う息、右手が天井、今度一呼吸一動作、吐くときに、側屈して、今度一呼吸吸った人、吐く息前のめり。僕に辛いそうだったら、画面見ないで目を閉じて、吸う息左、動き間違えてもいいです。呼吸が聞こえてるんだったら。心地いい呼吸のリズムで動くから、その時来ます。2回ずつ行こうか。吸う息、右手ね。僕より早くても、ゆっくりでも、そこ、全然重要じゃないです。急がず、焦らず。一回ずつ帰ってきたら安楽座で呼吸して、動きが止まっているように見えても呼吸の音はいつも聞こえます。あと抑えてなくても肋骨と胸が動いているのが五感で感じれます。感じれますよね。四つん這いになります。骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、背骨ニュートラル。鏡ないですね。鏡ない方がいいです。五感で背骨の状態感じて、さっきまでの呼吸聞いて、吸うタイミング来たら背骨反らして目線が上で、吐く息丸めて、おへそ見ます。吸う息反らして、吐く息来たら丸めてを繰り返して、さっきまでの呼吸のリズムで背骨が柔らかくしなやかに。柔らかくてしなやかな方がたくましいです。ちょっとニヤッと笑いながら呼吸した方が背骨は安定します。背骨がニュートラルで動き止めたら、お尻かかとついて大きな丸描きます。足の付け根、足の付け根動かす。足の付け根、呼吸を足の付け根まで送ります。そしたらあったかくなってきます。逆回し。別に足りないものをどっかからもらってるわけでもないです。ヨガって全部自分の中の出来事で。じゃあもう一回逆回し。かつ呼吸聞くって別に何も難しくないですね。逆回し、誰でもできます。こんなのヨガ歴関係ないです。うまい下手ないです。じゃあ四つん這いで動き止めたら、足の指ついてお尻持ち上げて、手でマットをして、足でもマット蹴って、お尻が上にツンと上がっていく感じで、そしたら膝裏ストレッチ、主に膝裏ストレッチ。手でマットを押すから肩周りも温かくなります。膝は伸びきらなくてもいいです。自分の中で心地いいストレッチ、自分が心地いいストレッチを選べてるかどうかが大事。形より、あ、呼吸するのも大事。深く吐いたら吸う息プランクポーズ、腕立て伏せの状態。吐く息で膝を下ろして、胸と顎もつけたらついて、胸はつけられる人だけ、うつ伏せになります。吸いながら呼吸続けて、ここで何呼吸か置きましょうか。肩の下に手のひら、足の甲をピンって伸ばして、骨盤の恥骨マット突き刺したら、お尻がキュッと締まって、このお尻キューは抜かないでね、骨盤の血をつまっと突き刺しながら、脇閉じて、吸う息で手でマットをして、背骨が心地いいアーチ。これがコブラのポーズ。何呼吸か動こうか。肩イタリ型じゃない、血骨マット刺す、足の甲伸ばす。吸い切ったら吐く息でもう一回さっきのダウンドッグ、これは一呼吸でいってみようか。次同じ、吸ってプランク、吐く息伏せる、呼吸のリズムですよ。聞こえますか、呼吸。吸う息コブラのポーズ。吐く息ダウンドッグ。動きのこと言ってるけど、呼吸の時聞くのが一番大事。次の吸う息、右足両手の間、手を使ってもいいです。両手の間、
吐く息でマットの前前屈、膝曲げていいので両手ついて、吸って起きて頭の上合掌、首痛くなかったら上見て、吐く息で合掌が胸の真ん中戻ってきて、で深呼吸、肩の力入ってたら抜けばいいです。ついつい肩に力入る人、別に悪いことじゃないです。何らか理由があるんでしょうね、肩の力入る。でもヨガの時はいらないです。気づいた時に抜けばいいです。また気づいたらまた抜けばいいです。何度だって。呼吸の時聞こえますね。それとともに動きます。太陽礼拝という動きいきますよ。深く吸って深く吐いて、吸って両手頭で出合掌、吐く息前屈、こんくらいのリズムでいこうか。吸って右足を大きく後ろ、大きく大きく後ろ、吸い切ったら吐く息ダウンドッグ、さっきのやつ膝裏ストレッチ、よく吐いたら吸います、プランク、腕立ての状態、吸い切ったら吐く息膝胸顎、全部吐いたら吸う息コブラのポーズ、深呼吸のリズム、吸い切ったら吐く息ダウンドッグ戻って、で3から5呼吸、体が逆さまでも深呼吸の音が聞こえます。内臓が逆さまになって、たまに逆さまになると健康に良いようです。結構大変なことなのに、体にとっても、たまにはなった方が体にとってもいいらしいです。深く吐いたら吸う息右足両手の間、足前後、よく吸ったら吐く息でマットの前で前屈、膝曲がってもいいから両手ついて、吸って起きて頭の上合掌、よく吸ったら吐いて胸の前、もう一回吸って両手頭の上合掌、吐く息前屈、柔らかいイメージ、吸って左足を大きく後ろ、呼吸の音、吐く息ダウンドッグ、呼吸の音聞きながら膝裏ストレッチ、吸ってプランク、吐きますよ膝胸顎、直接うつ伏せでもいいです。要は伏せて吐き切ったら吸う息コブラ、心地いいアーチがいいですね。吐く息ダウンドッグ、じゃあ3から5呼吸、僕とずれても気にしないで、自分の呼吸が聞こえてたらバッチリです。ちゃんと聞いてれば聞こえないわけがないです。聞き逃しててもまた耳澄ませばちゃんと聞こえます。深く吐いたら吸う息左足両手の間、吐く息で前屈マットの前、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、もう一回ずつ吸って頭の上合掌、吐く息前屈、これ全体が自分の深呼吸、吸って右足後ろ、吐く息ダウンドッグ、形より呼吸、吸ってプランクの音聞くこと大事、吐く息膝胸顎か伏せるか、吸ってコブラのポーズ、吐く息ダウンドッグで、ダウンドッグなった人は 2,3 呼吸、腕伸ばすけど肩の力抜いて、もう一呼吸吐いたら吸う息右足両手の間、吸い切ったら吐く息前屈マットの前、痛くない前屈がいいですね。吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、今度逆、これが最後、吸って両手頭の上合掌、吐く息前屈、吸って左足を大きくしろ、吐く息ダウンドッグ、多少自分のペースでいいですよ、吸ってプランク、吐く息伏せます、膝胸顎かうつ伏せ直接、吐き切ったら吸う息コブラのポーズ、必ず吸い切ってください、吐く息ダウンドッグ、必ず吐き切ってください、繰り返すだけ、丁寧にやれば誰でもできます。よく吐いてよく吸う、よく吐いてよく吸う、深く吐いたら吸う息左足両手の間、よく吸って吐く息前屈マットの前、吸って起きて頭で合掌、
吐く息で合掌が胸の真ん中、ちょっと呼吸。気がつけば呼吸の音がよく聞こえます。耳すまさなくてもよく聞こえます。ヨガとは体の声聞くっていうけど、呼吸の音が耳すまさなくてもよく聞こえてたらきっと体の声です。体の声は自分の声です。返事としては、ありがとうって返しておいてください。自分にそんなこと言えない人、呼吸の音よく聞いてたらそれと同じことをしてます。よく聞こえますね。何度でも深く吐いたら、吸ってるよって頭で出がしよう。吐く息前屈してお尻しゃがみ込んで、じゃあ今から一番大事なポーズ、シャバーサナに入ります。マットに仰向けになって、手足ブラブラと動かして、動き止めたら目を閉じてシャバーサナ入ります。一番大事なポーズ、どんな難しいポーズよりも一番大事なポーズ。体がそこにあるよっていうポーズ、もうありますね。じゃあできてます。呼吸は普通の呼吸、難しいヨガの呼吸法もあるけど、一番大事な呼吸法、普通の呼吸、もうできてますね。じゃあそれでこのポーズできてます。シャバーサナ、そこにいれば何の心配もなく呼吸がやってきます。
シャバーサナ続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は膝を立てて転がって、じゃあ起き上がって最初の座り方、安楽座に戻ります。ではこれで今日のレッスンを終わりたいと思います。はい、僕はこんな感じでスポーツやフィットネスとはちょっと違った感覚のヨガをしています。ヨガって先生の数だけあるので本当に気に入った先生のヨガを受けるといいんじゃないかなと思います。僕は無料のメールマガジンを発行したり LINE 公式でこれも無料のコンテンツを発信してます。リアルでもオンラインでも皆さんとお会いすることができたらいいなと思って YouTube を続けています。ヨガの先生になりたい人はオンライン対応のヨガインストラクター養成講座を開催します。興味ある方は僕が個別に説明させてもらっているので概要欄からメッセージをお待ちしてます。何らかお会いできるといいですね。では次の動画もまた見てください。これ知識が追いつかないのもあるけど、大事なのは体で感じてください。膝ピンピンじゃないと伸びにくい筋肉どっちでしたっけ？伸びるよね。その代わり膝曲げてこうやってやったらあんま伸びひん。一番いいのは膝ピンピン伸ばして足首をキュッて曲げたらふくらはぎが伸びてるでしょ。で膝曲げたら伸びが緩まるでしょ、甘くなるでしょ。理屈わかった？つながってるからです。アーサナの練習してる時に硬い人の気持ちがわかんなくて、なんかどうなってるのかなって体で感じることができなかったんです。あまりできなかったんですけど、なんかいろんな人のこう意見とかを聞いてもっと体について深めていきたいなと思いました。